ちょっと前になるんですけども、ヤフーさんにお仕事をいただきまして、レッドチェアっていう、そういうコーナーがある。で、存じ上げなかったんですけどもね、これまでのそのレッドチェアを見させていただいて、びっくりしましたね。もう、そうそうたるメンバーの方々、まあ、レッドチェアですから、赤い椅子に座ってインタビューを受けるっていう感じ。もう重厚だね。なんか本当にピーッと空気が張り詰めたような素晴らしい、まあ、番組、茶番組ですね。で、そこに私も来てほしい。で、なんか去年あたりから私を探してくださってたみたいなんですけど、なんせ私大阪の方でもう半分仕事を辞めてるような形なんで、事務所もなければ何もないので、ものすごく大変だったみたいなんですよ。私のような元物をね、探していただくの。それで大阪の方まで取りに来ていただけるっていうことになりましてね。それでどこかな、どこで、うちのここのここでもよかったんですけども、そういうんじゃない、すごく値打ちのあるレッドチェアのようでした。それはもう1点で分かったんですが、大阪の泉ホールっていうクラシック専門にやってる、もう私行ったこともなかったんですけども、でも知っております。もう素晴らしいホールですよね。オペラ座みたいな、そういうホールを1日貸し切り、うわーと思って。で寄せていただいたら、もうヤフーの皆さん感じが良くてね、もう輝いてらっしゃいます。やっぱり乗ってる会社っていうんでしょうかね、今を生きているっていう目の輝きっていうのは皆さんが違いました。で、その泉ホール1日私のためだけに貸し切りやったんですよ。はあ、すごいもんだなと思って、もうほんと緊張しましたけど、まあ何よりもびっくりしたのが、控え室のお弁当、これが素晴らしく豪華でしたね。はい、いやらしい目線ですけど、やっぱその辺から見てしまうわけです。あれはね、どこにも売ってません。まあ私の予感ですよ、私の想像ですけども、どっかの料理屋さんに、大阪の有名な料理屋さんに作ってもらったんじゃないかな。それがもう5つぐらいパーッと並んでましてね、もう本当にビビりました、はい、それでやらせていただいたんですが、インタビューしていただいたんですけども、レッドチェアですから、赤い椅子、一脚20万ぐらいするようなね、その椅子にポンと座って、でいろいろ聞いていただいて、最後の最後にレッドチェアの背もたれに好きなことを書くっていうことだったんです。で、私も全然浮かばないんですけども、それは事前に聞かされてましたんで、一文字書かせていただきました。犬、はい、青丸出しでしょ、どうしてですかって言って、犬が好きだから青丸出しです。でも犬が好きなだけではないんですよ。犬っていう動物は素晴らしい、偉大なもんだなって私は思ってるんです。だって考えてみましたね、動物の中でそんなにこと、まあ犬に悪いけど役に立ちませんのよ。馬とか牛のようにね、労働するわけでもないんですけども、犬の容姿、姿形、目でキュンと見られて、もう尻尾の一つもグッと振られたら、もうそれだけでもうこちらゾッコンになります。あんな魅力的な動物いないと思うんですよ。すごい力を放ってますよね。大好きでね、もう小さい時から犬大好き。犬がいなかったらもう私の人生どうなってたかなと思うぐらい、犬に癒され、犬にいろんなことを教えてもらい、私の力になってくれました。小学校3年生の時かな、一番最初の犬との出会いはチャッピーって言いましたね。淡路島時代です。ふるさと淡路島で、いただいてきた日本スピッツ、まあ、あの頃はもうスピッツでしたね。可愛くてね、真っ白、あもう、そして目が真っ黒、これは可愛くて、で誰かに似てるなと思って、誰だろうと思った、とっても失礼なんですが、女優の佐久間よしこさん、ツッコリだったんですよ、チャッピー。
それで私はチャッピーチャッピーって呼んでたんですけど、それがまあ浸透するわけですよ。皆さんも思ったんでしょうね、ご近所も。もうみんなチャッピーと言いませんもん、ご近所は。佐久間さん、佐久間さんってご近所呼んでました。本当にもう佐久間さんには申し訳ないんですけど、そのくらい綺麗なワンちゃんでした、チャッピーね。そして大阪の方に出てきて、うん、まあいろんな犬と出会うんですけども、ビーグル犬のジョー、これあのスヌーピーのモデルになった犬だそうですね、ビーグル犬って。もうね、甲高い声で鳴くんでね、ご近所にはちょっとご迷惑をおかけしたんじゃないかなと思いますけど、ビーグル犬、もう本当にね、あの頃はね、外で繋いでたのね、あの時代っていうのはね、家で飼うっていうのはなかったの。あ、ビーグル犬いました、これ、はい、これ全部私の描いた犬の絵なんですが、これビーグルです、これがジョーです。もう本当に男の子で活発な子で、もうあんまり懐いてくれなかったんだけど、リッキーとしてどう言ったらいいのかな、うん、日本どっこっていうのかな、男らしいジョーちゃんでした。でジョーがいなくなって、次の犬が忘れられないんですよ、リッキーって言います、ラブラドールリトリバーですね。まあ介護犬とか盲導犬で皆さんよくご存知だと思うんですけど、リッティ、男の子だったんですけどね、大型犬で存在感もあるし賢い犬で、でもやんちゃで、もう寝室の羽布団も全部破られて、もう家中羽になったことがありました。私寝室に入って悲鳴あげましたもん、リッティがその羽布団の向こうの方でヒュンと座ってました。破壊してたんですよ、羽布団って。やっぱすごいですね、羽ですね、うわーっと飛んで寝室真っ白ですよ。もうリッティーってもうすっごい調子で怒ってしまいましたけどね、やんちゃな子でした、男の子でしたから活発でね、それももう池の中にはジャジャッと入っていくし、よく食べるんですよ、よく食べるし、そうかと思うと目が優しくって、もうリッティがいないともう生きていけないなっていうような気持ちになっていきましたね。主人もリッティ大好き、もうほんと極寒のここへ帰ってきても2月雪が舞ってて、もうそれこそ積もってるぐらいだったかな、その時でもリッティは主人を待ってるわけですよ、散歩が大好きだから。その中本当に20分ぐらいね、寒いところをね、会社から帰ってきて、主人は言ってくれてましたね、リッティのため。やっぱりすごいんですよ、犬の力っていうのは、重い腰をふっと上げますからね。本当リッティのためには主人もいろんなことをして尽くしてくれました。散歩だけじゃなくてね、しつけもちゃんとやってくれましたし、リッティとよく私は喋りましたね。もう家の中で飼ってましたから、大きな犬ですからね、もう人間以上でしたね、存在感は。うん、なんか何を考えてるかっていうのももうそのうち分かってきますしね。だからこの子と別れるぐらいだったらもう私もいなくなりたいなってあの頃思いました。でもやっぱり大病してしまうんですよね。最後は大きな病気になって、先生に大手術もしてもらったんですけども、結局旅立ってしまいましたけどね。あ、これあのリッティがね、亡くなる半年前に私描いた絵なんですけど、ね、やっぱりちょっと寂しそうな顔ですね、そっくりですこれ。だからその半年後にこの日付が入ってるんでわかるんですが、半年後に天に召されるんですよ。私も宝の犬と思ってるんです、この子は。この子が死んでから主人も私も、まあ、死んだ時なんて、亡くなった時は、初めて見ました、主人が声上げて泣いたの。おおって、おえつってんですかね、男の人の。初めてですね。その後、本当に鳴らせですから、お母さん亡くなるんですけどね、主人のお母さん。その時も、主人はその声上げて泣いたりしなかったんですよ。このリッティの時はすごかった。私も泣きました、涙が枯れるんじゃないか、もうそれと立ち直れない、ヘロヘロになりました。とにかく腰が抜けましたよ。でも仕事はあったんですよ。一回あの大
タイへロケの仕事で行って飛行機でボーンと飛んだ時、あの雲の上に飛行機が出ますよね。そしたらね、やっぱり天国って上の方にあるってどっかで意識があるんでしょうね。リッティがいるような気がして、飛行機の窓からずーっともう外の雲の上をリッティずっとタイに着くまで探してましたもんね。でも涙滝のように流れて、知らない間に泣いてるんですよ。どうしようと思って、主人は主人でやっぱり家に帰ってきてもいないから、あの存在がいないっていうのはどこに捕まっていいかわからん。心のやり場も、そうかと言ってわーわー泣いてみせるわけにもいかないし、何か楽しいことやろうと思っても何やっても楽しくないし、なんか主人にも腹が立ってくるし、悲しいと悲しみ、悲しみと怒り、私も持論かもわかりませんが、ほんと表裏一体やなと思うんですよ。怒りと悲しみ、なんか腹立つんです。リッティ死んだ後ずっとそうでしたね。ちょっと怒り気になったり、泣いてみたり、わめいたり、人に当たってみたり、もうこのままだったら潰れてしまうなと思いました。自分でもうどうしようもないな。主人もそんな気持ちだったと思います。まあ、主人は冷静な人ですから怒ったりとかさしないんですけども、もう何か忘れ物をしている、この生きがいがない、何のために生きしてるんだろう我々はみたいな感じがずっと半年以上続いたかな。ほんとこんなことになるとは、なんじゃこれって、犬なんて飼うんじゃなかったわって本当思いましたね。そうしましたね、リッティ死んでその半年ぐらい目かな、ちょっと時期忘れましたですけども、むちゃくちゃになった時に、もう精神状態も錯乱状態になった時、主人がある朝言うんですよ。恵美子、リッティからね、手紙来たわ。びっくりしました。え？なん？手紙来てた。私はもう、何気に、あ、そう。どない言うて？って言ったら、主人が、真面目に、リッティがね、お父さんお母さん、僕が死んだからって、そんなに悲しまないでください。僕はそれは辛いです。そして犬のことを嫌いにならないでください。僕の後に新しい犬を飼ってやってください。それが僕の願いです。リッティより。って手紙来てたよって言うんですよ、主人。なるほどなって思いました。リッティの言う通り、新しい犬を飼うことにしました。はい。犬との別れって本当に悲しい。もう言いようがない。でも、いつまでも悲しんでるということは、天国に上がっていったワンちゃんが一番悲しむことなんだっていうことを言い聞かせて、私も頑張ってます。新しい犬とも会えて、本当に幸せです。よかったな。トニー、ベベ、ありがとうね。ありがとう。はい、はいね。あなたがいてくれて、よかったよ。